はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回もちむどんどんの次週予告ですね。第22週9月9日金曜日の第110話。第110話では突然の訪問者が3名やってくるということで、特に3人目の訪問者が意外な人物となっているようです。その辺を含めながら予告の方を紹介していきたいと思います。はい、当然ネタバレを含みますので、その点だけご注意の上ご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではまず本日放送のありました第105話のトピックスですが、ちむどんどん開店からわずか2ヶ月でお店には閑古鳥が鳴く、そういった状態になっていた、この場面ですね、終盤の。その前にですね、しげ子たちが沖縄そばを食べた感想が、前の方が美味しかったようなと、率直な意見をいただいていましたね。その感想の通りになったのでしょうかね。開店からわずか2ヶ月で、店には誰も来なくなったようです。はい、ということで、暢子の味覚が妊娠で変わったせいなのかなと思いましたが、どうなんでしょうか。どうやら味がいまいちでリピーターを獲得できなかったということなんでしょうか。はい、それでは予告の方ですね。第110話は意外な訪問者となっています。矢作は給料の支払いが止まっても、俺は店に残ることを宣言してくれるようですね。よかったですね。暢子は矢作の決意に感謝し、店の味など基本の見直しを進めていくようですね。そんな中、突然現れたのは母優子と姉涼子の2人だったようです。やんばるの家族は歌子といい、皆連絡せず突然来るというのが普通なのでしょうかね。はい。そして2人が持ってきたあるものから暢子は大きなヒントをもらうことになるようですね。この辺は意味深ですよね。何を持ってきたのか、得たヒントとはどういったものなのか、予想をしてみました。はい、それでは暢子がヒントを得た優子らが持ってきたものとはどういったものだったのかというところですね。第22週はタイトル回収がまだなかったようですので、豚とニガナではないでしょうか。ユウコらは、皆さんで、ね、食べてくださいと豚とニガナで作ったですね、沖縄手料理を土産に持ってきたのではないでしょうか。そして公式のホームページでは第22週の予告アイテムは豚料理となっていますね。この辺から考えるとですね、暢子はどういうヒントを得たのかというところですね。暢子は以前にも言っていましたが、東京では皮付きの豚肉は仕入れができないと言っていましたね。そして優子らの持ってきたですね、手料理を食べてみてですね、暢子は沖縄料理にはやっぱり皮付き豚肉が適していると、そう感じて、そういうヒントになったのではないでしょうか。その頃、賢秀は未だ行方不明の清江を探しているようですね。一体どこに行ってしまったんでしょうね。そして清江は意外な場所に現れるようですね。非常に気になりますよね。意外な場所とはどこだったのでしょうか。ブログ記事によりますと、どうやら、暢子のお店、ちむどんどんに現れるようですね。偶然なのでしょうか。そして井の養豚場と協力し、皮付き豚肉の仕入れとつながっていく展開なのかもしれないですね。はい、第110話、矢作は無給でもここで働くと決意し、暢子はこのことに感謝をします。そして突然訪問してきたのは優子と涼子、2人が持ってきたもので、暢子は大きなヒントをもらうことになるようですね。一方、賢秀は家出をした清江を探しに上京しますが、まだ見つからないようですね。その頃、清江は意外な場所に現れるようです。残すところあと15話ですね。どのようなエンディングになっていくのでしょうか。
はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。またやーさい。それでは次の動画でお会いしましょう。